新生無限大ホールのメンバーを紹介しよう。はい、ということで、この度無限大ホールがですね、2021年4月からリニューアルされるということで、そこで、はい、トップ20組の芸人が決まりまして、その20組の中の、何組かを今日は紹介していこうと思いますんで、皆さんぜひ最後までご覧ください。お願いします。さあ、まずは、こちらの3組でございます。お願いします。まずは大達さん、よろしくお願いします。そしてザズィ、お願いします。そして大自然、お願いします。こちらがトップ20の3組でございます。どうでしたか、トップ20に選ばれたのは。いじってんのか、早速いじってんのか。でももう、だいぶ先輩ですよ。いや、大達さん、いろんなところで求められるんだよ。トップ20になった時の感想はとかねえよ。昔はさ、バトルやったりとかしてこういうのに入ったじゃん。そうそうそう、またトップダウンとかやるんやっていう感覚ではある。まだやるんやって感覚。マジで、うん、今上はバトルしないってなったけど、はいはい、その前一回面談みたいなのって、はい、もう一回戦わなきゃいけないような状況に陥ったの、みんな。あ、トップのバトルあるみたいな感じ。システムがまだ固まってない。固まってなかった。それだけはやめてくれって言った。入れ替えてみたいな。今更身内で戦える。だって、誰がいるんだ、先輩。ブギニーだけちゃうんですか。チームバナナさんと。そうだ。あ、そうだ。で、その次がもうネルソンさん、ダイダックさん、スパイクさん。そうそう。で、大自然とかの。そうね。ダイヤモンドとか。もうだいぶ上ですから。だいぶ上。12年無限大にいる。確かに。だって、一回も12年無限大になってる。卒業みたいになりました。確かに。いや、俺たち一回卒業してる。卒業ライブやってるから。そうや、卒業ライブやってる。卒業ライブやってる。で、また戻ってきたってことですね。また戻って。支配人変わったら卒業じゃなくなってたやつ。卒業って言ってもさ、卒業してから別にスケジュール減ってないよ。ずっと無事勝ってたから。大学さんと甘くなったなとかなかったっすもん。全然。ずっと無限大。ザズィはトップや、トップ20入ったけど、どう？ザズィって大阪とかでもそういうさ、大阪のさ、ランキングでさ、上の方しか入ったりしたの？一瞬入りました。何時代？ファイブアップ吉本の最後らへんに。きらめき？トップ10、はい、はい、ひらめき。ああ、そうか、そうか、ひらめきの時、そうだ、ザズィ、そうか。で、ピン芸人ってザズィがおんの？俺？キノチョは？キノチョいてないんですよ。キノチョがね、多分漏れました。嘘だ、漏れた。キノチョとデニスが。もう、東京の NHK15 期はもう、ダイヤモンドの躍進がすごいですから。デニスとか、キノチョがもう、投げ倒して。シビアというか、そう。コモリゾノさんは？コモリゾノさんは？だいぶもう肩の力抜けたネタしてますよ。そう、賞レースとかも終わったから。そうか、楽しそうに新しいの見れるな。そうそう、ザズィはもうラストイヤー、ラストイヤーじゃないのかな、もう一回出るの。そうですね。でも今週やもんね。はい、R1 前でもね。ちょっとぜひトップ20の何始めたら。いや、なんか R1 優勝したらもう見れなくなる可能性あるからね。確かに。ある、そこ卒業ある。そこ卒業ある。もし仮に優勝してめちゃくちゃ忙しくなったとしても、もうトップ20ってこと。ケケケ、それで小森園さんが入るから。それか盛り上げよりさ、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 盛り上げよりさ。逆にもう今日その紹介さ、YouTube だけどさ、もう優勝したら卒業しますって宣言全然してる。宣言してる。確かに。簡単に卒業できてんの。そんないけるんですか。できる。いや、もう好きなの。いや、でも本心はどっちだ、優勝したら。いや、でも、どう…でも、ルミネとか出たいですけどね。いや、出れるんで、別に。それは出れる。出れる。だって、別に出れるってことでしょ、皆さん。ルミネとか。別に出れる。出てる。全然出れる。出れはすると。ああ、じゃあ、全然。卒業する？優勝したら。します。そんな簡単にいけるんですかね。4月から変わるんでって言って、なんか細かい、なんかちっちゃい部位みたいにいっぱい取ってます。もう全然大丈夫、大丈夫。そんな動き出してるんですか、トップ20。すごいちっちゃい部位いっぱい取って。ちっちゃい部位めっちゃ取ってる。ちっちゃい部位って何？俺らが歩いてるところ、
スローにするらしい。そうそうそう。なんか M1 決勝出た瞬間。そうそうそう。まあ、前からと後ろからと撮ってるからね。そうで、カメラを斜めに角度に置いてのインタビューも受けてるから。斜めインタビュー受けてる。斜めインタビュー受けてる。歩いてるとかはしっかりするんだよね。そうそうそう。でも歩いてるのも。でもだいぶ近いじゃん。通路とか。エヴァいないで。服は用意されてないの、さすがに。服はさすがになかった。昔あったね、昔。彩りジャケット、彩りジャケット。あ、でも用意するのもある。あ、これ言ったらダメなんだ。何が、それがいつ上がるのかによるんだよ。あ、そうだ。ロッカーが用意されます。トップミニロッカー。1年目であのパッドとかのものが多いから、うん、もう入れ中の入れで2つ使ってたらしい。じゃあその大事な小道具あるから入れる。みんなのロッカーの上を借りれるかもしれない。どこがロッカー。気をつけろよ、影山とかが勝手に使うから。だからそしたらボコボコですよ。ボコボコ。トップ20でもないのにロッカー使うんだよ。そんなに確かに。どこ場所聞いてない。場所聞いてない。もうあるか。いや、あそこじゃないかな、大学屋のとこじゃないかな、みんながあんまり使ってない、大学屋のロッカーが使うんだな、みたいな。財産の金返すロッカーですか。金返すロッカー。いや、あれ、大学屋じゃないか。借りた金を返すロッカー。そう、昔な、昔写真撮ってな。もうこれで、これでいいっすね、あの、どこどこに入れといたからじゃなくて、自分のロッカー入ってた。そうそうそう。契約の取引みたいに。そうそうそう、ロッカーの1個。あの、最貴重品入れるロッカーに、ね、絶対給料日に金入れといて。あ、いいね。全然次やった時でいいの。入れといたから。いいね。あ、じゃあちょっとなんか力入ってるね、無限大が。やっぱりね、あの大宮セブンにメラメラ。なるほど。そういうことだったの。確かに大宮セブンがあそこまで。だってテレビとかでもね、うん、いやそうだから俺あの外で歩くとことか写真撮りますんでって言われて、スタッフの森くんいるじゃん、うん、森くんと歩きながらどこら辺で撮るみたいな感じで歩いてたら、うん、俺、昨日アメトーク見て悔しかったんですよね。森くんってのは社員さんね。社員さん。無理だよ、どうした。なんで悔しいの。そんな動きしてなかった。無理だよ、無理だよ。マジで言ったから。なるほどね。じゃあ追いつけ追い越せ大宮セブンって。いや、やっぱね、無限大トゥエティ。無限大トゥエティ。トゥエティ言うんだよ。無限大トゥエティ。それなら誰か出るやん、一つに。水も負けんかったら1個くらい。すいません、上がるのはどう上がってくるんですか。なんかね、3ヶ月に1回ぐらいそう下のクラスのバトルがあって、うんうんうん、1組だっけ。半年じゃなくて3ヶ月に1回。3ヶ月に1回1組ずつ増えていくから、だから年間で4人増えると。だから優勝して抜けなければザジみたいに24組になる、うん、1年間で、うん、で次の年になったらまた20組に精査されて。いや、そのカラーだよ。そうだから、頑張って頑張ってデニス上がってきたけど1年後にまた落ちてるってことだな。あと、厳しいですね。卒業も多分ね、あるでしょ。あ、そうだね。それもあると思う。厳しいっすね。おもろい。卒業はいいけど、負けた時のロッカーの片付け嫌やつ。そうですね。そうだな。首先行。次疲れて手紙とか書いといてるそっち置いといてな。なるほど。いや、ロッカーの制度知らんかったんで。そう、ロッカーがあると聞いてほしい。ちょっと、いや、恥ずかしいよ。でも、この芸歴になって、この無限大の看板、まあね、トップ20回。まあ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 。いや、でもなんか、全体的なあれとともに変わってきますね。やっぱ全体的に年、年、うん、ね、だからね、芸歴が。若手の劇場もね、そうね、やっぱ自然対応せざるを得ないから。無限になんて、十何年目になるの。そうね。オリラジさんの同期ですよ。森井さんが売れてからこの日パルからグループギター17年目17年目ですね。森井さんが作った劇場だよ、同期で、まだやってたよ。で17年目でトップだよ。ようやく初めて自分にトップだ。そうなんか確かに、だからあの初めての青春みたいでワクワクしてやっと始まった。やっと青春が。同期吉本会社。いやでも完全なおじさん芸人ブームですか。確かに
でバイトしてる芸人とかもありましたから、ちょっとぜひね、無限大ホール、こちらの3組、大田区、サンザジー、大自然、皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。遊びに来てね。遊びに来てね。遊びに来てね。まだ遊びに来てもらおうとしてる。さあ、じゃあ続いてはこちらの2組です。よろしくお願いします。ありがとう。まずは、ヤサシーズ、そしてダイヤモンド、お願いします。お願いします。いや、ありがとう。まあ、ヤサシーズはもうな、フル株というかさ。もうね。そうですね。もうなんやかんや、ずっと。一緒に争ってたよ、トップ3とかも。はい。ギリギリなられへんかった時とかな。そうですね。あったもんな、優しいですね。2、3年目ぐらいの時に、初めてなんかその、トップ7ぐらいみたいな。彩りメンバー。彩りメンバー。ジャケット、割と同期の中ではだいぶ早い段階で。そう、確かに。すごいよ。2、3年目か。だから俺らと同じぐらいの無限大の第一戦で戦ってるよな。はい。何気にそうか、もう。そんな前から一緒か。いや、ずっといたんで、行っちゃうんだな。行っちゃうんすよ。だからもう、ね、いつまでもお前らと遊んでられへん。塾行くわ、俺ら。塾行く。多分就職できっぽいよ。ここでずっと遊んでると。ダメなんすよ。俺らも進学校行ってちゃんと就職したいから。こんな楽しいのに。まだ楽しいがいるのに。ブギーがまだいるのに。みんなで遊ぶよ。ブギーはだからおったやん。大学生ぐらいの子供たちと遊んでるよ。いや、問題はダイヤモンド、やっぱここに来て。問題は問題ここに来て、やっとさ、劇場の一軍になったよ。ありがとうございます。やりました。まあ、でも、あれだろ、ないパターンよ。なかったんか。前のコンビね、女の前のコンビ。初めてよ、劇場の一番上まで来たの。俺らはね、どう思ってんの？ 12 年目にして。いや、でもこれちょっと、なんかちょっと、まあ、そうだな。いや、俺らは、呼び出された、まあ、みんな面談ある。そうだね、俺らも面談した。俺ら呼ばれて、正直、ダイヤモンドさん、21番目なんですよって言われて。俺ら、サボだったの。ああ、で、いろいろ言って、20組の人が、誰か断って入るの。ああ、そうなんだ。候補がいて、でそんな厳密なの。で、その言われたの、本当その場で。まあある方が入るかどうかで変わりますみたいな言われて、でそこでなんかどうしたいですかみたいな言われて、ダイヤモンドさんはどうって何があんの。いや、だからユースとしてやられますか、どうしますかみたいな、もしその人が入った場合、でもそんな揺さぶりあると思って、本当もうギャンブルみたいな、カードゲームみたいな話だから、俺も結構強気で言ったの、わかりました、看板じゃなかったら無限で卒業します。おぉ、駆け引きした。もう嫌やったの。俺知らないんだよ、それ話。大昔一人で。で、俺だけ呼ばれたの。なんで？なんで？22。厄介者やと思われる。俺、芝居、その後芝居人に行ったら、じゃあ野沢君はトライアルから。なんでだよって。野沢君一番下から。そんな感じやった。なんでだよって。おかしいでしょ。そんな言い方したんですか。そんな、なんか、感じになった。で、大昔の強気で言って打ったら、そしたら、なんか、まあ、でもね、まあ、ダイヤモンドも、まあ、面白そう取ったし、いてくれた方がいいか、みたいになって、まあ、てか、単純に、まあ、その20組の人が断ったから、誰だよ、それ。P 入れるわ、じゃあ。P 入れる？絶対。七曲さん。入れんでいいやろ。いや、でもその、わかんない、これは。全然入れないで。七曲さんだって所属してるだろ、だって上の。大宮の。いや、幕張の方にちょっとメインでいいか。あ、そうなの、めちゃくちゃ入ってるもんね。で、だから七曲さんか俺らか。いや、その辺の世代とはほんま絶妙やだ。そうそうそう。入るに入らない。嬉しいよ。いや、マジで嬉しい。ずっと2、3組にずっといて。そうそう。ずっと買い取りしてて。ずっと買い取り、俺、ずっとチケットもらう。本当に6万ぐらい買い取ってときあるから。月に。月に。やったいろんな重なりすぎて。俺、全然いろんなジェットギフトもあって。俺、3万ぐらいの家賃のとこ住んでて。あの俺、6万も買い取ってる。で、さばけんかったら6万マイナスやもんな。まあ、プラスの時期も減ってね。減って、俺は正直、野沢は女が一番嬉しがってんだよ。いや、まあ、そう、まあ嬉しいけど、だって俺、で、15期がさ、まあ、言ったら、小野と大自然は大阪32期だからね。だから、東京15期はもう俺だけなんだよ。確かに。そっか。純粋15期もいないの。みんなの命を破れてて死んだのよ。死んだ。全員倒した。マテンロ死んだ。そうよ。
夏子はもう、そう、僕は行ったからね。まあ、そう、ニューヨークはなんか、塾行っちゃったけど。俺、久々にニューヨークチャンネル出ると思ってさ、うん、屋敷の粘土持ってきたじゃん。もうでもニューヨークもいないからさ、これは俺のロッカーに飾っとこれ常にロッカーに入れとこう。ニューヨーク専用ニューヨークニューヨークもいたんだ。いいね、優しいじゃん。どうだ意気込みとしては。なんか何すかね。でも卒業するっていう選択肢もあったわけよ、言ったら面談の時。ああ、まあなくはなかったですけど、やっぱりなんかここで育ってるんで愛着はありますよ。あ、ね、まあね、タイミングむずいからね。タイミングむずいで、なんか別に卒業するような年でもないじゃないし、まあ同期もおるしな。なんかそうか、ブギーが一人になっちゃうし。ブギーがね、遊び相手かな。引っ張っててくれよ。引っ張っていく20組よ。まあ、引っ張ってて上の方やから。そう、いやでも20位で入ってるから一番下は一番下は下は、ね、じゃあ全員厳密には何位とかがあるってこと。へぇ、まあでも一応フラットですと言われて、うん、その20回入ったからにはもう全員フラットです。時点だったけど、時点だったけど今はもう1位同率、横並び同率1位。なんかやりたいこととかありますか。そうですね、あんまり無限大を経験してないんで、してないからな。こういうことしたいとかあるでしょ。ライブとかで。だからやれやん、やってね。やれるよ、余裕でやってるから。粘土店やらせてもらったから。粘土店やらせてもらった。あ、いいね。あ、それトップっぽい。トップっぽい。トップしかできない。トップと粘土店。カウントダウンとかやって、あ、カウントダウンライブ。カウントダウンライブで明治神宮行って、みたいな。あのゴールデンウィーク。なんかみんな言うやん、なんか正月、それこそニューヨークチャンネルとかで、正月みんな寝る暇ないみたいな。死にそうになるよね。死ぬ、朝からあって、オールナイトして朝からあってみたいな。俺はめちゃくちゃ寝てたもんな。全然寝てた。今までやるのそんなイメージないけど、いや、そんなイメージやね。三日日休みみたいなあったね。あ、そう。仕事始め1月6日みたいな。あ、そう。全然だった。で、やっと12月。全部抑えられる。そういう系は。クリスマスだなんだとか。楽しみ。意気込みとかあります。なんだその聞き方。やっぱり昔をね、昔のアゲアゲみたくしてこうかなと思って。言うけどそんなこと。あ、俺なんかベースみたいにしてこうかな。藤原さんのつもりで。そう、あの時の。いいね。ということで、この歌君、皆さんよろしくお願いします。ありがとう。さあ、続いてはこちらの3組です。よろしくお願いします。オズワルド・ガンビラ・ムーチョ・バビロンです。よろしくお願いします。さあ、トップ20入りましたけども、はい。オズワルド、どう。いや、もう本当に考え深いですね。うるせえなと。じゃあ、正解は何だよ。やる出すよ。やる気あると20入ったんだけど。考え深いって言ってんじゃん。テクされてよ。そう、考え深いって言ってんじゃん。早く卒業したいみたいなこと言って。今日むちゃくちゃだったけど、まだ昼の YouTube。お前のせいだよ。売れるじゃん、お前みたいな人。もう、じゃあもういい、別ルートで行くわ、俺は。もう、そっちと絡まないで。必ずな。でもまだだ。まだ無限で1年間、頑張になりましたけど。いや、はい、嬉しいですよ、普通に。あ、そうですか。まあまあ、M1 もな、2回も行ってるし。そうですね。それはまあ入るよ。M1 だもんね。M1 のまた視野に1回も入れてるもんね。もうだ、今年優勝して来年卒業ってのが一番。ああ。ね、だから。でも今一番金あるんじゃない無限大トップ20の中で。その、コマーシャル。コマーシャル。コマーシャル。めっちゃ金もらった。めっちゃ。まあ、めっちゃでもないですけどね。いやいや、めっちゃ金もらった。めっちゃではないじゃん。え、なんでそのめっちゃ金額知らないじゃん。え、多分おかしいわ。マジでやめてください。いや、めちゃくちゃ怒られるから。パワーバランス崩れてくるじゃん。いや、そんなことないですよ。みんな隣見てみるよ。はい、隣見たやつ。いや、隣さん YouTube で結構だって。そうだ。あ、山梨真由ともね。俺らは YouTube で30万でした。リアルだな。いいね。30万でした。めっちゃいい。マジ嬉しいです。あと山梨マネーもある。山梨マネーが大体5万ぐらい。大体でしょ。安っ。全部合わせて。俺ら山梨行かせてもらうために絶対いるもんね。絶対いるんですよ。営業とかめっちゃ働いてるよ。
めちゃくちゃ山梨で。でもダンベラも結構こういうトップメンバーみたいなのに入ったり入らんかったりの絶対のとこに。あ、そうですね。彩りイーストにはいたりなかったりみたいな。あ、なんかどうやら今回はなんかその呼ばれたんですよ。そのトップ、うん、これから看板でお願いしますっていうので呼ばれたんですけど、うん、その選考理由が、うん、あのキングオブコント準決勝行ってるから。噂で聞くと賞レースがすごく大事やな、ね、20組に入るためには。でも M1 はだって2回戦で落ちたんです。 M1 は2回戦で落ちたんですけど、はい、やっぱキングオブコントマジでやってよかったなと思って。しかも俺らとダンベラ奇跡のやっぱ動画審査、動画審査、動画審査組やからな。動画審査でやっぱ危ねえとこだったな。危ねえとこでした。それがなかったら本当に一番下スタートぐらいです。ヌマイズみたいなもんやからね。中心で M1 は2回戦でもヌマイズやから。行動範囲広いのもよかったらいいでしょ別に。あ、よかったですね、はいはい、バビロンもよかったね。入ってないんですよ。え、入ってると思ったんですけど入ってなかったんですよ。え、 M1 どれぐらい行ってんの。準々決勝です。なんで呼ばれてんすか。いや入ってそうやん。いや入ってそうやん。入ってそうやん。だって前のし、はい、ちょっと入ってますよ。うん、支えてましたよ。でもおじさんたちが追ってきたせいで追い出されたんですよ。俺たちもおじさんなんだよ。全員おじさんなんだよ。俺たちも呼ばれましたよ。直々に呼ばれて。面談あった。あ、いや、そうです。面談は唯一あったんじゃないですかね。そうですよ。って言われた。支配人に呼ばれて。時点が22位やったんだじゃん。22位っていうのも言われました。22位やったんだ。22位というか21位って言われました。はい、21位。え、じゃあダイヤモンドさんが上がって、だから21位。だから直々にもう呼ばれて外しますって言われました。はい。それはどういうテンションなの。そのめちゃめちゃ頑張ってきたやん今まで。めちゃめちゃ頑張ってますし、無限大のために、無限大にこういう野郎を大体できてましたよ。いや、そうですよ。もう悔しくて、もうそれ結果出てないからね。ユースかその下か分かんないですけど、ユースも確約されてないですから。ええ、ユースも確約されてないですよ。だってライブは始まってない。ユースだって決めるタイプ。ユースって何、そのトップ20があるんやろ。はい、あと何が、その下の40組がなんかユースっていう、あ、ジュニアみたいなもん、はい、ジュニアみたい、今ジュニアみたいなの出ますかっていうのを。本当に38歳だよ。今年で39歳なのに何がユースだよ。ユースじゃねえよ。ユースじゃねえよ。言えねえよそんなの。39はトップ20でも結構きついよ。トップ20でもきついよ。どこでもきついんだよ。どこにもいねえんだよ39年売れてねえやつなんて。サッカーとかで絶対おらんもんね。38年。誰がユースだよ。バカじゃねえの。10代の若手がユースだよ。カメラはユースより下から始まる可能性もある。可能性もあります。もう確約されてないです僕ら。これからユースを決める戦いみたいなのが行われるの。はい、バトル、バトルが、バトルがあるんです。バトルがあるんで、はい、これに出る、出るしかないですよ。出るもん、せめて出なかったバトル出る。出なかったほら無限大が卒業になっちゃう。その斧みたいにさ、切れてさ、いやもうそれやったら出ませんわ、うん、いやだからバトルの卒業もありじゃない。じゃあもう YouTube もさ、頑張って無限大卒業し、無限大卒業したいですけど、無限大卒業したらライクゼロですよ。どうやんですか、もう。え、やっぱり YouTube ね。野良吉本じゃないですか、野良吉本。え、どこ出ればいいですか。マジで無限大以外で見たことないよな。いや、そんなことはないですよ。そんなことはないですよ。無限大以外で見たことないよ。いないっすもん。いないっす。無限大ばっかり。だから。じゃあ終わりなんだ、卒業したら。終わりです。そうですよ。だから無限大出るしかないんです。はい。さらに終わりです。終わりの終わり。王ちゃんはだから子供いるんで面接です。幼稚園の面接です。幼稚園の面接行ってるやつ。幼稚園の面接行ってる。ユースの面接。ユースじゃない。そうですよ。子供いるのにユースって。錦鯉の高橋さんの2つ下ぐらい。いや、いいんだよ。なんでどこでも錦鯉さんに比べてさ、面白い40なんだよ。あの人たちは面白くない39なんだよ。誰がだよ。携帯は家族割り。はい、携帯家族割りですよ。500円払ってくれる。いや、そうですよ。もうドコモショップの公演、長くなりますよ。ドコモショップの公演時点に行って、で、1月25日に引っ越したのに、3月4日工事って言われて、そこでソフトバンクだったらね、ソフトバンクエアとか貸し出すのに、なんでドコモはそんなことしねえんだっつって、ブチ切れてきましたよ。マジで、ただのおっさんのクレームなんでしょ。本当に。で、ブチ切れて、それだったら解約しろみたいな雰囲気だったんですけど。じゃあ、お前ソフトバンクに移行したらいい。できねえっすよ、俺、家族割で。
全部親が携帯で払ってんだから、抜けれないですよ。抜けれない、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 抜けれない。マジでムカつきますよ。なんで優しさがない、関係ねえよ、そんな話。そんなクレームないんですかって言って、その新人の子ですよ。そしたら、あの一番店長みたいなやつ、隣にいるのに何も言わない。どういうことなんだ、それにも払ったって。助けろよ、新人が、そんなに言われて。警察に怒ったんです。警察にも怒りました。長い、長いよ、これ。長いですか、長いです、話。もういいですよ、長いですけど。聞いてください、もうこれは最後だ。これは最後だ。最後だ。ね、本当、無限大に携帯忘れて、んで、自転車で帰ってって、で、途中で気づいて、ね、引き返したら、変なとこ行っちゃって焦って、そしたら代々木上原の住宅街に入っちゃって、ここどこだって泣きそうになって、とりあえず大通り出ようって、井の頭通り出て、下ったら交番あったんですよ。だからどこ行ったら分かんないんですよ、こう大通りあって、こう誤差路みたいになってて、で、すいませんって言ったら、もう本当、今日、ね、警察になったような、ね、お嬢さんみたいなやつと、あと小さい、今日なったようなやつ2人いて、今日なったような、ようなやつ、今日なったようなやつ、2人いたんですよ。それで、すいませんって全部やって、僕は焦ってるんです。もう無限大ホールって言わないですけど、閉まるかもしれないで、もう早く行きたいんです。どっちですかって言ったら、ハスハスって、何言ってるか聞こえないんですよ。ハスハスハスみたいな、ずっと言って。だから、どうなんですかって言って、一回出て、こっちですか、こっちの大通りですか、こっちですか、こっちですか、こっちですかって言ったら、もうそれでも、へーって言うんで、だからもう、どっちなの、この大通りですか、はい、みたいな感じで言われたんで、じゃあもう大通り行こうと思って、自転車こうやってこう行こうとしたら、二人、はぁはぁはぁって笑ったんですよ。その瞬間に、瞬間的にもう、てめえ何笑ってんだろうなで、中入ってて、てめえ何で笑ってんだろうな、おめえの身分証全部出せるんだろうな。あと上司がめ、上司って言って、上司呼ばせたら、もうそれであの女の子の方がこのままびっくりして、こうやって部屋の中に入ってって、で、そのおめえ、なんだこの野郎、おい、なんで笑ったんだよって、まくしたったら、その子も何も喋んないでこうなっちゃって、で、おめえ、てめえな、お前、警察だって、せっかく接客業だとって言って、笑ってんの、てめえ、こんな野郎って言って、で、そしたら、その上司が、私聞いてましたけど、この2人、あなたのその話題で笑ってなかったですよって言われて、ああ、これ一本やられたなと思って。それで聞いたんですよ。あなたの、 起点じゃないですよね。あなたの起点だったらとんでもないことになりますよって。起点聞かせて、そういう、ね、違うことを言ったんじゃないですよって一応確認して、違いますって言うんで、ああ、それじゃあ俺が悪かったですねって言って帰ってきました。最悪それがユースですよ。本当にユースですということで、まずこの2組だけです、トップ20、はい、あちらの方はまだユースかどうかも分からないんで、上がります、絶対必ず上がります、はい、必ず見ててください、本当に上がります、もちろんちょっと上がったらまた YouTube 出てくるよ、てか YouTube どうなったの、分かんないです、分かんないです、何人かも分からんの、はい、だから僕ら31番で出してほしいですね、これをね、はい、ぜひあと登録もお願いします。登録お願いします。解散するやもんね。1万人行かなかったら解散します。るんで、はいはい、もういなくなります、僕は。はい。はい、いなくなります？だから地元帰るらしいんで。はい、帰ります。あ、もう帰るんや。帰ります。もうやめんねんな。やめます。自分に行かなかったら。まあ、やります。どっち？気合入れてやります。はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございます。こちら以外にもトップ20の芸人たくさんいらっしゃいますんで、皆さんぜひチェックしていただけたらなと思います。ということで皆さん4月から無限大ホールよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ニューヨーク卒業します。はい、いつまでもここにいる。
わけにはいかないでも僕らもあの出させてもらおうと思いますんで、皆さんよろしくお願いします、はい、本当に。ありがとうございます。無限大ホールお願いします。